こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカの人気広角レンズですね。オールドレンズになります。ズマロンの 35mmF3.5 のですね、こちらスクリューマウントの電気型と呼ばれるモデルになっております。はい。ご覧の通り、ズマロンの 35mm ですね。F3.5。シリアルが1007353ですので、1952年ですね、のドイツ製ズマロン 35mm ということになりますね。はい。でもってですね、うっすらとですけれども、この前玉にブルーのコーティングがかかっている、バリエーションになっております。はい。では、外観から見ていきます。ご覧いただいてます通り、目につく擦れ当たり凹みとかですね、このメッキの摩耗や剥がれなど見えずに、だいぶ備品と言って差し支えない綺麗な状態だと思いますね。はい、とても綺麗です。マウントはスクリューマウントといってですね、バルナックライカ用のこのねじ込み式のマウントですけれども、LM アダプターというですね、変換アダプターをご使用いただけましたら、ライカの M 型ボディですね、とか、ソニーの α7 とかのですね、ミラーレス一眼でも、現代でも現役でご使用いただける、オールドレンズとなっております。はい。外観は B 品ですね。で、レンズですけれども、レンズもですね、こう前玉、後玉、ともにですね、擦り傷、ピッカキ傷など見えずに、とても綺麗な状態ですね。はい、ご覧いただいている通りで、中玉にも、埋もりカビ、バルサム切れ、チリホコリの混入もないですね。はい。大変綺麗な状態、キープしてます。で、絞りの動きも問題ないですね。軽く、こう、滑らかに動いております。油の乗りとか、羽の痛みもないですね。ピントヘリコイドも、はい、いっぱいまで。一定のトルクで滑らかに動いております。動きムラとかですね、グリスの劣化などは全くありませんね。はい、無限ロックもしっかり効いてます。付属品がリアキャップ、こうメタル製のリアキャップと、こちらフロントキャップになってますね。はい。でもって、本個体ですけれども、熊本の中村光学様にて、オーバーホールを施していただいております。レンズ絞り、ヘリコイドのですね、分解整備、清掃と、グリスアップ、そしてピントの、調整ですね。一通りにおいて、分解整備、清掃、調整、すべて、一通り行っていただいております。はい、ということで、非常に人気の高いですね、ライカのオールドレンズ、ズマロンの 35mm、F3.5 の、こちらはですね、前期型と呼ばれるですね、バリエーションになっております。はい、非常にいい答えですので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。